族まさみ社長チャンネル始まりました。はい、全然2時半3時も2日目でございます。でも大丈夫、なぜなら今日はもう今日はというかおなじみの食堂つつむさんにやってまいりました。もう二日酔いに効くあれを作ってもらってるので、それを食べて元気にやっていきたいと思います。行きましょう。やばどうな、え、これが10センチ、こっちが両脇が5センチ。なるほど。はい、ということでご覧ください。イエーイ、食堂つつむのカツカレーなんですが、なんじゃこのカツは、ということで、なんとこのカツ10センチございます。こっちが10センチ。カツカレー、カツでかっ、まあ、ということでこれを食べても私は一瞬で使い直していきたいと思います。はい、ということでこれね、みんなも食べることができます。1食限定の10センチロースカツ定食またはカツカレー定食にできまして、もちろん一人では完食できないので、あのね、大食いじゃないと無理なのでシェア可能ということなので、ではいただきます。おお、ご飯を前にしてやっと声が出るようになってきたぞ。イエーイ。うん、うまっ。野菜カレー超うまい。すんごいトロトロなんだけど、野菜がこれも完全に煮込みまくって野菜の原型がなくなってる感じだね。うまっ。家カレーにたっぷり野菜が入ってるって感じなのかな。あー、最高でございます。今日は 2.5 キロです。じゃあカツ食べよう。すんごい、いやー、脂身、うん、柔らか。どうしてこの分厚さでだよ。最強。うん、ドロドロじゃん。うまい。お味噌汁も。うわー、うまそう。カレーうまいなー。スパイスもしっかり効いてて、後引く辛さじゃないんだけど、口に入れた瞬間は結構ピリ辛だなって思う。それがすごい美味しい。柔らか。あ、やばい。うん、やばい。やばい。いくぜ。はい、もう出てる。マジでカレーって二日酔いに効くな。
でかっ。わさび塩。うまい。これはさっぱりするわ。やわらかっ。よし、ラスト。はい、ということで完食いたしました。10センチのカツカレーでございましたが、めっちゃ美味しかったです。あの分厚さで、あの大きさでこんなカツ柔らかいんだって感じ。ほんと1日1食限定なので、多分1人で食べきることはできないので、シェアをしてね、みんなで分け合ってぜひとも食べてください。そしてカレーのおかげで治りました二日酔い。やはりカレー効くなぁ。ということで、いつもありがとうございます。ごちそうさまです。はい、この動画がいいと思ったら高評価、そしてまた気になったらチャンネル登録よろしくお願いします。またね。